あなたからトリックオアトリートって言われたら、お菓子もあげて、いたずらも受け入れちゃうかも。カスミンのためにあるような日ですよね。早速先輩にいたずらしちゃいましょう。ハロウィンのコスプレですか？お芝居でいろいろな格好をするので、あまり興味が。トリック&トリック、いたずらばかりだって。私はお菓子より甘いボディだからいいの。トリックはトリート。私の場合、トリックもトリートも好きなんだけどね。トリックはスリープ、選べないよ。お菓子もいたずらもなしなので、アイドルオアアイドルってことでどうでしょう。ハッピーハロウィン。お菓子ならいっぱい用意してるから任せて。トリックオアトリート、結構いたずらは好き。いたずらされたくなければお菓子をちょうだい、というのは面白いですね。私も誰かに言ってみましょうか。 Trick or treat。 お菓子をくれてもいたずらしちゃうけどね。ハッピーハロウィン。ランジュは仮装をしなくても最高だけど、仮装をしてさらに最高なランジュが見たい？いいわよ。トリックオアトリート。お菓子をくれないと、いっぱいいたずらしちゃうぞ。トリックオアトリート、お菓子をくれたらいたずらしないで許してあげるわよ。お菓子をくれないと、小鳥が朝までいたずらしちゃうぞ。怖かった？あの、お菓子をあげなかった場合、私もいたずらされてしまうのでしょうか？ゴー！お菓子をくれたら、リンがスリスリしてあげるにゃ。トリックオトリート。お菓子をくれてもいたずらしちゃうんだからね。トリックオアトリート、わしわしされたい子はいないか？お菓子をくれなきゃいたずら、え、私がいたずらされちゃうの？誰か助けて。あ、肉は弱いからお化けが苦手なんです。で、その視線はやめて。ハロウィンだからかぼちゃ買ってきたよ。煮物にする？コロッケにする？今年のハロウィンは何を作ろう？かぼちゃ、かぼちゃプリンにしよう。トリックはハグ。お菓子をくれなきゃハグするぞ。くれてもハグするぞ。お祭りだからって、あまりに派手派手しい仮装はお断りですわ。トリックアトリート。お化けも一緒にハロウィンパーティーしよう。街中仮装した人だらけだし、今日は堕天使コスチュームでも堂々と歩き回れるわ。ハロウィンはかぼちゃのお菓子をたくさん食べられる日ずら。え、違う？みんな、今まで隠してたけど、実はマリーはお化けなの！なんちゃって！
道を歩いてたらお化けの格好の子供たちに追いかけられたよ。すごく怖かった。